こんにちは、こんばんは、あるいはおはようございます。 BB です。まあ炎天下の中ね、3時間ぐらいで、3時間もかからなかったかな、仕上げたビオトープ、1日経ちました。水の状態どうかなっていうことで今ちょっと撮ってるんですけれども、かなりね、透明になってきたかな。ね、気持ちよさそうに泳いでるでしょ、メダカくんたちが。もうなんかね、2匹ぐらい卵持ってるんで、無事にね、ちっちゃい子供が帰ってくれたらと思ったら、実はね、これ、見えるかな、これ。もうね、ハリコがね、泳いでるんですよ。だから何匹か子供を産んでね、中で泳いでるみたい。よかったわー、広くして。ちょっとね、水の中の状態見てみましょうかね。ででででーん。これね、このビオトープの最大の目玉、この奥にね、行ける、相当奥まで掘ってあるんでした。冬すごい寒い時でもこの中に隠れてもらえれば、でその上にもポケットがありますんで、この中でね、しっかりエビくんたちも、家を作ってくれればね、まあ、竹かなんかでエビの家作ってもいいんだけど、あんまり人工物的なものを入れるとね、エビも嫌がるかもしれないから、様子見てですね。でちょっとリリパッドを根を切るときに余計な葉っぱをね、ガジガジ切っちゃったら傷ついたんだけど、これね、ハスはめちゃめちゃ丈夫なんで、いっぱいね、これから根を展開していってくれると思います。まあ、十分お魚が隠れるとこも作ってるので、もうしばらくずーっとこれでね、やっていきます。いやー、気持ちよさそうでしょ。俺も水の中に入って泳ぎたい思うんだけどね、もう台風一過でね、もうバカみたいに暑いんですよ。今日船に乗ってね、釣りしようと思ったけど、こんな日に釣りしてたら死にます。じゃあ泳げばって話なんだけど、さすがにね、台風の風がまだ残っているので、まあ大事とって今日は家でね、クーラーの風がギンギン効いたところでかき氷を食いたいと思います。ビビでした。いや、いいでしょね。